そうですね。そのサロンです。そしてガリガコシンスキーです。コシンスキー選手から本場選手はずいぶんなんか学び取ったものが多いって聞いてますけど。そうですね、なかなかケニーさんにね、教わってジョンやってるんで、いろんなこと、ね、はい、いろいろ勉強させていただいてますね、後ろから見て。そうですか。今のネットのは早かったですけどね。ガリガの後にが後から言っています。このガリガ選手の方はどうでしょう。そうですね、なかなか手と足、はい、まあ、背が高いんでね、それを生かして乗ってるって感じですね。はい、シャクアールです。このガリガ選手はですね、とにかく情報に惑わされない選手なんだそうです。それにスタッフが言っていました。それからガリガ選手は非常に縁起を担ぐ人で、ブラジルで毎日ひげを剃ったら追突してしまった。で、予選の時は剃らないで、決勝の朝初めて剃ったって言うんですが、本間選手はそういう縁起なんか担ぐ方ですか。そうです、爪は切らないようにしてます。ああそうですか。お守りなんかはつけないんですか。ちゃんと持ってます。お、はい、オートバイにもちゃんとくっつけてあります。名古屋出身だから、アスタチズムから。そうですね、やりましたね。その本間選手、さあ前を行くのはサロン、そしてガリガです。直線に入っていきます。前がサロン、後ろがガリガ。逆転があるか。追い上がっていった。急に接近していった。今並びかけた、並んだ。そしてあっとガリガができました。ガリガがトップであります。サロンにどうしてあんな直線でスピードが違ってくるんですか。後ろにいると空気抵抗がなくなってね、同じパワーでも前へ出れるんですよ。ああそうですか。じゃあその本間選手にですね、ちょっと今もこの激しいバトル続いています。解説お願いします。はい、ここはガリガ選手が結構ブレーキングを遅らせて、まだ抜かせないようにしてますね。A コーナーはまだサロン選手は抜く気はないですね。ここはヘアピンです。ヘアピンもないようですね。前のガリガ選手が失敗するのを待ってて、抜くのを待ってる感じですね。腰つきがだいぶ早いですね。そうですね、だいぶ早いですね。試験から300アーレ。ここでサロン選手は抜こうとしてるんですけどね、ガリガ選手がまだ抑えてますね、ブレーキングを遅らせて。最終コーナーの立ち上がりでね、スリップを使ってサロン選手が前に出ようとするんですけどね。さあ、あ、本間選手です。どうですか。今ちょっと乗り上げたんですけどね、あんまり内側の方に行っちゃうと転んじゃうのね。最終コーナーです。レースも大詰め。ガリガ、右はサロンだ。左側がサロン、後ろについた。おっとサロン右に出た、並んだ。そして抜いた。画面左側に変わった。いや、前に出た。後ろについたのがガリガ。トップを行くのがサロン。ファイナルラップ。泣いてもらってまた一周。さあ、もう一回抜きそうだ。ガリガが抜きそうだ。ガリガが抜きそうだ。ガリガが抜きそうだ。サロンが右、ガリガが左。ゼロ二番。ガリガ抜いた。抜いた。抜きました。再び抜き返しました。いや、今の激しいバトルでしたけども。はい。そうですね。ちょっとね、サロンが抜くのが早かったね、今回。と言いますと、きっと最終ラップでね、ゴールライン前にスリップを使えばガリッカの前に出れるという、最終コーナー2で出てきても大丈夫だという。試したわけですか。一回試したみたいですね。あ、読みが深いですね。きっと最終ラップ、最終コーナー2で出てきてゴールラインではサロンの方が前だと。なるほど。現在のところこの02番ガリガが先頭を行っています。そして、01番サロンがその後をつけております。あ、コシンスキーもね、随分、追い上げてきましたね。そうですね。はい、300R から B コーナー、三つどもの戦いです。闘志と意地とテクニックがぶつかり合っています。ますます差が縮まってきた。分かりません、最後まで分かりません。ガリガが逃げる、サロンが追う、さらにコシンスキーが追っています。ガリガが逃げる、三者三様のドッグファイト。さあ、5万7000人スタンド総立ちになりました。最終コーナーを回って直線だ。コシンスキーがすごい泳ぎだ、すごい泳ぎ。最終コーナーでサロンがトップに立った。さあ、サロンがトップに立った。さあ、これを返すことができるか。どうだ、ガリガ、ダメだ。サロンがトップで今ゴールイン。待望の日本で88スーパースプリントを制しました。
優勝はサロンであります。そして2位がガリガ、3位がコシンスキーです。コシンスキーも頑張りましたね。そうですね、なかなか追い上げてきましたね、最後に。でこのサロンの優勝はやっぱりあれが伏線になりましたね。そうですね、最後の駆け引きですね。さあ今本間がゴールインであります。第4位お疲れ様でした。どうもありがとうございます。ウィニングランサロンです。嬉しい優勝です。監督おめでとうございます。 ありがとうございます。今のレースはどうでしたか。儲けもんっていうかね、いいレースしてくれたね。やっぱり、サロン勝負かけるときはね、さすが GT ライダーです。ということで、本間さん、3位に入賞したかったんですけれどもね。そうですね、この世界の強豪とやってどうでした。そうですね、いろいろ勉強になったんでね、はい、来年は生かしていきたいですね。賞金どうしますか。そうですね、貯金しますね。あ、そうですか。表彰式です。優勝がサロン、そして、準優勝2位がガリガ、3位がコシンスキー、4位が本間、日本で、最上位です本間。この後もぜひ世界で、ね、活躍して、来年も頑張ってください。はい、頑張りたいと思います。今日は日本チャンピオン UCC ヤマハの本間俊子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。おめでとうございます。お邪魔の経緯どうだ。よくなかった。よくなかった。一言です、監督さんどうでした。いや今日はいいですよ、ね、あれだけですよね。入ってきた時の顔がすごく明るかったんですけど。いやもう相手がグランプリライダーだから、ね、だからどこまで胸借りれるかでね、考えてたんだよ。3位だったですね。あの時、もうこのままいけるかなっていう。さて次はお知らせの後、いよいよラッキーストライクカップ 500cc ファイナルレースをご覧いただきます。